13日日本ハム、中日、エスコンフィールド北海道。交流戦男、の勢いは止まらない。今季1軍デビューを果たした日本ハムの水谷駿外野手が1回に宇中間に同点二塁打を放ち、交流戦初戦から14試合連続安打をマークした。欲を言えば長打と考えていたが、後ろにも良い打者がいるので、つなぐ気持ちで打った。7試合連続で3番に起用され、 1>, 1点を追う初回一死一塁で中日の先発ミニで、梅津の3球目の直球を叩いた。1試合1安打をモットーにこの日もいきなり、H のランプを灯した。その後は2対4と再びリードを許す展開となったものの、6回無視一・二塁で2番手の藤島から左中間を破る2点三塁打で同点に追いつき、続くマルテネスのうぎひで勝ち越しに成功した。 この日は4打数2安打3打点で交流戦の打率は5割、52打数26安打をキープし、打点も両リーグ2位の12に。交流戦の首位打者と最多安打、最多打点の3冠獲得も視野に入った。水谷は愛知県津島市出身の23歳。昨季まで所属したソフトバンクでは一軍出場の機会がなく、昨年末の現役ドラフトで移籍し、 プロ6年目でようやくブレイクを果たした。校長の要因についてはを、投手との勝負、保守との勝負、自分との勝負。いろいろ考えるようになったら面白くなったと自己分析。まだまだアンダを量産し続ける。